る？こんばんはしょーい。どうも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 、待たせたな、うまいなー。ということでね、皆さん今日は祭りの水着お披露目会に来てくれてありがとうございます。ということでね、ちょっと今アップなんですけども、みんな水着が見たいかーい？見たい？めっちゃ近いなめっちゃ近いけど、うん、見たい。あー、しょうがないな。じゃあ見せちゃおっかな。それじゃあこれが祭りの水着姿だ。どどどん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 、カメラよ。はっはっ、どうどうですか？どうかな、どうかな、かわいい、かわいいかな。ちょっと日焼けしてるんだけど、あんま気にしないでということでね、ちょっと見て、ある、あるんじゃねこれ。あ、あるのではですか。ある、あるよね、胸ない？柱、どれが柱だって、後ろにあるやつだよ。祭りは柱じゃないよ、柱の女じゃないよ、ちゃんとあるから。はい、ということでですねということですですね、祭りは別にあの胸だけがいいところじゃないですから、胸だけじゃないですから、女の魅力は胸だけじゃないでしょ。っていうか普通に可愛いでしょ、いいでしょ、なんだよ、水着姿になれば胸がでかくとなると思ってんじゃねえ。うん、まつりちゃんの胸好き？なんかそれは変態みたいじゃあやっていきましょう。はい、レッツレッツゴーゴー。ということで、まあみんなね、海、祭りはまだ入ったことないんですけど、せっかくね海に来たので、めちゃくちゃ泳ぎたい、泳いでみたいと思ってるので、まあでもでもね、その前にみんなストレッチをしないといけないよね。だから祭りはストレッチをしていきたいと思います。泳ぐ前にはしっかりとストレッチ大事だね。みんなも一緒にやるんだよ。はい、いつまでも椅子に座ってないでいつまでもベッドでゴロゴロしてないで、たまには起き上がって祭りと一緒にストレッチしよう。それじゃあまず一つ目のストレッチからいきましょう。一つ目のストレッチは足のストレッチです。横からいくね。まず右足を前に出して、日焼け最高ありがとうじゃあいくよ。これは前の方に体重をかけていきます。ググ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 グ、これくらい下げれるよねみんな。ここの筋伸びてる？大丈夫かな？どうですか？伸びーる伸びーる、ストップ。どうだここがきつい？じゃあ反対も行きましょう。このまま体重を落として、グググググ。祭りマジ無限に下がれるんだけどさ、いける？イエーイ、いいですか？いいね、みんな伸びましたね。うん、疲れた人はね、あの椅子に座ってください椅子に座ってください。この辺かな、よいしょっと。そう、椅子に座ってね、たまには休憩も大事。ということで皆さんストレッチできました？かわいい、ありがとう、かわいいでしょ。ということで、もう座っていいの？まあいいよ、みんなみんな座ってみてて。じゃあ次、前屈行ってみよう。よいしょ。前屈は祭りね、こっちは硬いんだよね結構。いくよ、トーちょっと待って、横からいくよ、いきます、トーよいしょいけないよー、いけない、でもね、こっちはいけるの、こっちは。ほら、ちょっと見ないでちょっと
やば、足開くの良くなかったかもしれない。やめて見ないでください。はい、立ちましょう、立ちましょう。見えてない、 見ないで。でも水着だから、パンツじゃないから恥ずかしくないもんってやつだね。で、まついさ、日焼けの跡がさあるからさ、ほら見て、このつくみずの日焼けの跡。まあ後で見せよう。じゃあ次行きましょう。次のストレッチは背中のストレッチ。こいつ、あ、でもこうやってやってれば、こうやってやってればちょっとなんかそれっぽく見えるからいいかな。ほら次、あ、できない、次、次、できないって言っちゃった。次、肩のストレッチ。これは有名やよね。背中どっち？おいおい、お前、おい、お前だよ、お前だよ、覚えとけよ、後で。こっちが前でしょ。じゃあ次、肩のストレッチね。まず足を開いて、そのまま落としていきます。そしたら肩をこうぐーっと入れましょう。できるかな、みんな。できるよね。太もものあたりもね、こうぐっと伸びますけども、どう？できました？毎日やってる？すごい、 これいいよね。パキって言った。祭りの股関節がパキって言った。エッチすぎる。どこが？どういう目で見てんのか？祭りの健全なストレッチを。最低だな。ということで、次、木のポーズ。ヨガ、ヨガ。これさぁ、命。これ、あれ？命しかできない。命、こっち？あれ？あ、こっちか。あれ？あ、こっちか。命、こっちしかできないや。で、古いとか言わないでよ。ナウイでしょ？ナウイ、かわいいし、ナウイし、最強。じゃ次行きましょう。めっちゃバンバン行ってる。次、ラクダのポーズ。これちょっと見てて。まず膝をつきまして、足首を持つ感覚で。みんなもこれ一緒にやってみてほしい。行きます。どうですか？どどう、みんなもできた？無理。なんでよ、やってよ。コブがない。ねえ、あるよ、ここにあるでしょ。もう一回いるから見てて。コブを探してじゃないな。コブ見てて。前からじゃ見る。どう、あった？コブあった？フラットですね、じゃないんだよ。あるだろ、コブ二つ。停止されてないよ。ここに突っ込ん。次行きましょうか。次はですね、あ、誕生日配信の時もやったんですけど、ハッピーバースデーのチーのポーズですね。じゃあちょっと逆立ちします。あー。行くよ。一斉のでで行こう。見てて、待って。いい、せーのーで、で、足を。どうどうどう。あ、あ、疲れちゃった。埋まってた？気のせい、気のせいで。埋まってないよ、埋まってないよ。
ということで、次、あ、T、これね、これやりました。これをやってました。はぁ、じゃあ次は、ハッピーバースデーの A のポーズ。これは座って、準備運動ですでに疲れてしまいましたけどもね。